今宵我々がこの世界の願いを頂戴する。殿下、お初にお目にかかります。君は？私はサボアと申します。兄君のエミュール様の近衛兵を務めております。エミュールだって？あのショーアル兄貴の部下が何の用だ？我々と敵対関係にあるあなた様を頼るのが筋違いであるということは重々承知しています。ですが、傷を負っているのか？ランザーブ、彼を手当てしてやってくれ。ああ、そうだな。話は怪我を治療した後でゆっくり聞くぜ。待ってください。私以外にも仲間が一人、帝国の異変を伝えるため近くの集落に訪れています。今ならまだ間に合うかも。どうか彼を助けて。おい、しっかりしろ。帝国の異変、一体何が？近くの集落に仲間が来てるって言ってたよな。様子を見に行こうぜ。そうだな。俺とリュカで近隣の集落を確認して回ろう。ランザーブは彼のことを頼む。ああ、こっちは任せておけ。気をつけていけよ。人だかりができてるぜ。何かあったのかもしれない。話を聞きに行ってみよう。あ、エミュール様、もうエミュール様なしでは生きていけない。村を挙げてエミュール様を称えよう。エミュール様の素晴らしさをもっともっと広めなくては。このグラスティア大陸に平穏をもたらすことができるのはエミュール様だけよ。なんて愛おしいエミュール様。みんなどうしちゃったの？エミュール様、エミュール様って、この熱狂ぶり絶対おかしいよ。今のこの兵が言ってた仲間だよな。追っかけてた奴らは一体？まだ追ってくるのか。やめろ。なんだよ今の。体の中から宝石みたいなものを抜き取ってたぞ。どうなってんだ？どうやら考えている暇はなさそうだ。気をつけろ、こっちに来るぞ。次の標的は俺たちってわけかよ。我らがキングのために貴様らの願いもよこせ。くそ、すげえ数だな。どうする？一度引くか。倒れた兵士を放っていくわけにはいかない。なんとか彼だけでも助けないと。エミュール様のために。人が魔獣に変わった？
ナム。なんだ、誰かが魔獣を攻撃してる。魔獣、こいつらはシャドウってんだ。シャドウなら敵だな、相手になるぞ。困ってる人をほっとけないもんね。君たちは一体。俺たちは心の怪盗だ。心の怪盗だ。ここは任せろ。すげえ、なんだこいつら。終わりだ、来い、アルセール。さすがだぜ、ジョーカー。これで近くのシャドウはあらかた片付いたか。でも、またすぐ増援が来るぞ。どうする、ジョーカー。ああ、一度引こう。だな。おい、そこのお前ら、願いを奪われたくなければ我が輩たちと一緒に来い。ね、願い？一緒に来いってどういうことだ？とりあえず今は私たちと一緒に逃げましょうってこと。ああ、わかった。でもその前に倒れた兵士を助けないと。すまない、間に合わなかった。さっき別のシャドウに願いを奪われているのが見えた。間に合わなかったって死んじゃったってこと？あー、いや、そうじゃないが。エミュール様、エミュール様、万歳。よかった、無事だったか。無事だったのはいいが、なんか様子がおかしくねえか。このジェイルのキングに願いを奪われて改心させられたんだ。願いを取り返さないと元には戻らない。ジェイルとかキングとか願いとか、わけがわからねえ。お前ら一体何者なんだ？詳しい説明は後だ。のんびりしてるとまたシャドウが集まってきしまう。囲まれる前に撤退する。行こう。俺たちも行こう。安全な場所まで退避する。彼らから詳しい話を聞くのはその後だ。
キと一緒にぐーたらしよう。来ればもう大丈夫だろう。もうジェイルの匂いがほとんどしない。一応ジェイルの外だと思う。でもこんな感じは初めてだ。ジェイルと普通の世界が混じってるのか。エマなしで行き来できちまってるしな。明確な境界がないのか。よくわかんないけど、とりあえず逃げ切れたってことだよね。まずは礼を言うよ。助けてくれてありがとう。俺はアルベリアの第七王子だ。お、王子？王子ってその王様の子供の王子様？探偵のとかじゃなくて？そうだぜ。ま、それっぽく見えないから驚くのは無理ないけどな。俺はリュカッテンだ。見ての通りフォレスティアだ。私はナーム、妖精だよ。王子様に妖精。うさ耳の人も作り物ってわけじゃなさそうだし、これってやっぱり。ああ、我が輩たちの知る異世界とは全く違う異世界。ファンタジー異世界ってやつだな。もうちょっとやそっとのことじゃ驚かないと思ってたけど、こんなところに来るなんて。だが王子に会えたのは運がいいぜ。いろいろと情報が聞けそうだ。相変わらずジョーカーは引きが強いな。なんだか君たちにも事情がありそうだね。俺も聞きたいことがあるし、ひとまず正常に来ないか。正常？正常ってなんだ？私たちが住んでいるお城だよ。霧の森って呼ばれてる森の中にあるの。お城、さすが王子様。どうする、ジョーカー。まだ会ったばかりだし、もし罠とかだったら。いや、多分彼らは大丈夫。信じてくれて嬉しいよ。ジョーカー。ありがとう、ジョーカー。私は人の良き友人ソフィーだ。困っているなら役に立つぞ。我が輩はモナだ。いろんな種族を見てきたけど、タヌキは初めてだな。タヌキじゃねえよ、猫だよ。いや、猫じゃねえよ。どっちだよ。私はパンサー、よろしくね。本当は他にも仲間がいるんだけど、今はちょっとはぐれちゃってて。みんな大丈夫かな。はぐれちまった仲間のことも心配だが、今は状況の整理が先決だ。何しろ我が輩たちはこの世界のことを何も知らない。まずは情報を集めねえと。そのためにも協力者は必要だ。行こう。
彼らの城、聖城へ。なるほど。十分ではないが、私にもある程度は理解できた。人の心が生み出す異世界ジェイル、そこを支配するキングに、無意識に存在するもう一人の自分、シャドウ。キングはジェイルに迷い込んだ人々のシャドウから願いを奪うことで本人を傀儡にすることができる。そしてあなた方心の怪盗団は、そんなキングやシャドウに対抗するため心の力、ペルソナで戦っていると。ジョーカーが出してたあれな。私たちは各地にあるジェイルを巡ってペルソナで世直しする旅をしてたんだ。でもまさかジェイル以外の異世界に来ちゃうなんて。他のみんなもこの世界のどこかにいるのかな。多分今この世界にいる心の怪盗団は私たちだけだぞ。わかるの？私たちはジェイルから他のジェイルへワープしてる最中にはぐれた。あの時突然知らないジェイルの匂いがぐわーって挟まってきたのを覚えてる。私たちはその匂いに飲み込まれたんだ。他のみんなはその匂いに飲み込まれていなかったから無事だってことか。ああ、匂いに移動を邪魔されなかったスカルたちは問題なく渋谷ジェイルに到着できてるはずだ。よくわからんがよかったじゃねえか。あんたらの仲間が無事だってんなら、解決すべき問題は一つ減ったわけだ。残る問題はこの世界のジェイル、そして元の世界に戻る方法だな。どこかに他のジェイルとつながっているところがあればいいんだが。今のところ他のジェイルとのつながりは感じられない。この世界のジェイルに邪魔されてる感じだ。じゃあこの世界のジェイルを何とかしないと元の世界には戻れないってこと？そうなるな。なあ、ここのジェイルのキングに心当たりはあるか？そのキングというのは、願いを奪った相手を自分の思い通りにできるんでしたよね。なら、キングはエミュールで間違いねえよ。操って立ってんなら、村の人たちから変に指示されてたのも納得がいくしな。だね。あのエミュールが人から慕われるなんて普通じゃありえないもん。そのエミュールって人、そんなに信用ないの？信用ないっていうか、人として最低なやつだからな。ああ、腰抜けのクズ野郎だ。強者でずうずうしくて、はーっと信じらんない。ひどい言われようだな。あまり言いたくはないが、エミュールは王族にあるまじき振る舞いばかりして、多くの人に迷惑をかけている。正直、彼のような者が民から熱狂的な支持を受けるなど、まるで想像できん。王族ということは、エミュールと王子は何か関係があったりするのか？エミュールはアルベリア第六位王子、俺の兄さんだよ。残念ながら、あまり仲良くはできてないけどね。兄さん？兄弟なのか。まあとにかく、そのエミュールってのが一番怪しそうだな。キングであるエミュールは何らかの方法でこの世界にジェイルを生み出した。そこで願いを奪われちまった奴らはみんなエミュールの熱狂的な支持者に変えられちまうってわけか。彼らを元に戻す方法はないのか？願いを取り返す。ああ、
奪われた願いを返してやれば、被害者はみんな元に戻るはずだ。ねえ、ジョーカー、私たちにもこの世界の人たちを救う手助けできないかな。ジェイルのことなら人事じゃないし、近くで願いを奪われてる人がたくさんいるのに、ほっとくなんてできないよ。ああ、うまい食事を振る舞ってもらった恩もあるしな。そうだ王子、俺たちと取引しないか。取引？我が輩たちはジェイルやキングについてお前らより詳しい。人々の願いを取り戻すなら役に立つはずだ。その代わり、お前らには我が輩たちが元の世界に戻る手助けをしてほしい。どうだ、悪い話じゃないだろう。そうだね。俺は同じ王族としてエミュールがしている悪行を見過ごすわけにはいかない。願いを奪われた人々を救うために、君たち心の怪盗団の力を貸してくれ。わかった、取引成立だ。よし、それじゃあジェイル潜入に備えて今日はたらふく飯食おうぜ。はあ、仕方ありませんね。台所から追加の料理を持ってきます。あとでデザートもありますよ。やったー、異世界のデザート、どんなのかすっごい楽しみ。パンサーさんたちの世界の食事は私たちの世界の食事と違うのですか？少し興味があります。そうだね。例えば、どうやらみんな仲良くやれそうだね。わからないこともたくさんあるけど、改めて明日からよろしく、ジョーカー。ああ、よろしく頼む。ここがジェイルってやつの中だと言われても何も変わったようには感じねえな。この辺りはまだ歪みが少ないんだ。元の世界とそう変わらない。ジェイルってどのくらい広いんだ？場所によって違う。でもここのジェイルはよくわからない。大陸を半分覆うくらいあるかも。大陸半分ってでかっ、ちょっと大きすぎない？マナってやつの影響かもな。確かこの世界はマナに満ちていて、マナを使っていろんなことができるんだろ。ええ、マナはあらゆる場所に存在する力の源です。わかりやすいところだと魔法を使うときにもマナを使ってますね。おそらくこの世界はマナがある影響で、我が輩たちの世界よりも現実と認知の境界が曖昧になってるんだ。それならエマなしでジェイルに入りちまうことや、我が輩たちが怪盗姿のままなことにも説明がつく。ソフィーがジェイルの広さを感じ取れないのも認知と現実が曖昧だからってこと？なんかそれ危なくない？ああ、いつどこにシャドウが飛び出してきたって不思議じゃないってことだ。元の世界よりタッチが悪いぜ。だが、心の怪盗団がやることはいつもと変わらないはずだ。そうだろ？ああ、奪われた願いを取り戻す。キングは人々から奪った願いを自分の王城に溜め込んでいるはずだ。まずはそれを見つけなくちゃな。ならば目的地はエミュールがいる王城だな。よし、行こうみんな。って、おい、
んだあれ。王城ってあんなんじゃなかったよな。キングの居城ならそれだけ歪みも強い。中も外も別物になっているはずだ。おいおい、マジかよ。なんだあのどでかいエミュールの彫像。あれもキングの歪んだ欲望、認知が具現化したものだろう。エミュールってやつはよほど自己顕示欲が強いみたいだな。ねえ、あれ彫像と同じ人じゃない？ああ、今なんつった？いえ、それが我々も必死に追い詰めたのですが、途中で予期せぬ邪魔が入りまして。予期せぬ邪魔？そんな言い訳がこの皇帝エミール様に通用すると本気で思ってんのか、このクズ。申し訳ありません。この才能のかけらもない役立たずだ。才能に満ち溢れた俺様の貴重な時間を無駄にしやがって。いいか、あいつを捕まえて今すぐ城の牢にぶち込むんだ。分かったらさっさと行け、この野良め。エミュール様を仰せのままに。部下が従順だと気持ちいいぜ。これもこの喋る板のおかげだな。あとはあの目障りな弟をどうにかして始末するだけ。あいつの悔しがる顔を存分に眺めてから公衆の面前で死刑にしてやる。消えた？なんだよ今の。どうやらあれはマナで生み出した巨像だったようですね。本人はどこか別の場所にいるのでしょう。そんなこともできるのか、すごいなマナ。ねえ、さっきエミュールの巨像が手に持ってたの多分スマホだよね。なんでこの世界にスマホがあるんだよ。わかった。だがあのエミュールがここのキングなのは間違いなさそうだ。すっごく嫌な感じだったね。みんなの言ってた意味がわかった。部下を一方的に攻め立てて罵声を浴びせる、絵に描いたような悪徳上司だな。悪徳か。それでもエミュールは俺の兄だ。できることなら弟として何とかしたいと思っている。ならやっぱ改心させるしかねえな。改心？シャドウは本人と表裏一体。シャドウを説得して改心させられれば本人は自らの過ちを認めるって寸法だ。相手があのエミュールでは何を言っても改心すると思いませんか。やってみよう。できることなら俺はエミュールを助けたい。弟として兄が道を誤るのを見過ごせないからね。殿下。で、俺たちはこれからどうすんだ。このまま正面から突っ込むのか。正門は警備が厳重だ。城の中に入るならどこか別の侵入口を探した方が良さそうだぜ。それなら東側に迂回して進もう。そっち側の方が比較的警備が手薄だ。オッケー、それじゃ早速行こう。ラー、教えてくれ、お前はどうしてエミュールを助けたいと思うんだ。他の仲間はエミュールを好ましく思っていないようだった。
それでもお前は助けたいと言う。なぜだ？なぜ？それはエミュールが王族の誰よりも苦しみを知っている人だからかな。俺もエミュールもよく他の兄たちと比べられていた。優秀な兄弟に引け目を感じることも少なくなかったよ。きっとそれは俺なんかよりエミュールの方が強く感じてたと思う。見た目以上に繊細な人だからね。多分今も自分が感じた苦しみをどうすればいいのかわからないまま抱え続けているんじゃないかと思う。昔はエミュールも他の兄たちのように自信にあふれて頼りがいのある人だった。少なくとも俺にはそう見えた。きっと俺はまたエミュールにかつてのような兄らしい姿を見せてほしいんだ。それがエミュールを助けたい理由。なるほど、お前はエミュールを信じているんだな。俺の兄さんだからね。少しだけお前のこと、兄弟のことが分かった気がする。教えてくれてありがとう。おい、何してんだお前ら、置いてっちまうぞ。どうやら待たせちゃってたみたいだね。俺たちも行こう。警備、誰もいないみたいだね。これなら見つからずに中へ入れそう。待ってください。このもん普通のもんじゃありません。罠によって強固に閉ざされているみたいです。簡単には通れませんよ。ここはジェイルだ。きっとどこかにこれを動かしてるコアがあるはず。それを奪えばいい。コアとは一体何だ？コアはキングの力の象徴。ジェイルの仕掛けを動かす動力源になってるの。なるほど。つまり先に進みたければコアを何とかしなきゃいけねえ。で、そのコアはどこにあるんだ？探すしかない。じゃあとりあえずそのコアってのを見つけ出して頂戴するとしますか。あ、油断せずに行こう。あいつはまだ捕まえられないのか。近くで目撃したって話はどうなった？申し訳ありません。現在城周辺を全力で捜索しておりますので、もう少々お待ちいただきた。おわ！これだから才能のないクズは嫌なんだ。この程度のこともできない役立たずは処分されても文句ないよな。許しを乞う暇があったらとっとと探せ。あの目障りな弟を必ず俺様の前まで引きずり出すんだ。はっ！うっとうしいクソ虫、俺は絶対にお前を許さんぞ。3つ目のコアを取ったおかげだね。ただ城の中に入るってだけですげえ遠回りさせられた気分だぜ。もうああいう障害はねえんだよな。多分。しかしコアっていうからもっとこう宝石とかオールドマテリアルとかそういうのを想像してたんだがな。ボロボロな木剣と子供用の弦楽器、それに
王城を描いた絵画。よくわからないものばかりでしたね。コアはキングをキングたらしめている力の源、つまりエミュールが自分をキングだと認知する根拠になっているものだ。我が輩たちにはよくわからないものでも、エミュール当人には意味のあるものだったんだろうな。思い出したよ、あの3つどれも昔俺がエミュールから教わったことのあるものなんだ。エミュールは絵が得意だったし、楽器も何でも弾きこなせた。自分で戯曲を作ったことだってあった。だからそんなエミュールがいろいろと構って教えてくれるのを俺はとても嬉しく思っていた覚えがある。へえ、知らなかったな。剣の稽古をしてんのはよく見るけど、他のはあんま見たことねえし。今となっては楽器は部屋でたまに練習する程度だし、自分で絵を描くこともほとんどないからね。私はそれ以上に、あのエミュールが殿下に何かを教えていたということが信じられん。どうせ教えるなんて言いながら、幼かったこいつを出しに承認欲求を満たしてたんだろうよ。どうかな。でも俺にとってはいい兄さんだったよ。他の兄さんや姉さんは立派で、もちろん尊敬していたけど、やっぱり少し近寄りがたいところがあったから、構ってくれるだけでも嬉しかった。エミュールがどう思っていたのかはわからないけどね。ま、昔のエミュールがどんなやつだったにせよ、今のエミュールがやってることに変わりはねえ。今のあいつは願いだったか。それを奪うことで自分の歪んだ欲望を他人に押し付けてんだろ。放っておくわけにはいかねえよな。だね。どんな理由や過去があっても人の願いを奪っていいってことにはならないよ。エミュールの目を覚まさせてやろう。ああ、みんなの言う通りだ。俺たちが必ずエミュールを止める。王城の中へ向かおう。この奥が王の間。キングに奪われた願いがあるんだね。なんだ、王の間の奥に何かが。中にあるあのモヤは何だ。あのモヤがキングに奪われた人々の願いだ。あれが願い？でも俺たちが見たやつは宝石みたいな形してたぜ。あのモヤが本来の願いの姿なんだ。願いにはもともと形なんてないからな。奪われるものがそれを大事なものだと意識したから宝石の形を成した。そんなところでしょうか。だが、だとしたら一度宝石の形になった願いがモヤに戻っているのはなぜだ。あんなもの盗めるのかよ。盗む方法はある。願いがモヤに戻ったのは今願いを持っているのがエミュールだからだ。持ち主が奪われると思っていないから願いはモヤ状になってる。だから私たちはキングに願いが奪われることを強く意識させて、あのモヤモヤを実体化させるの。願いが奪われることを強く。どうやってそんなことを。予告状だ。ああ、エミュールにお前が人々から奪った願いを頂戴するって予告してやるのさ。だがその前にもう一つ越えなきゃならない障害がある。障害？またどっかからコアを取ってこなきゃいけねえってことか。いや、今回はコアじゃない。
あの鳥かごの鍵を開けるためにエミュールの心の声を聞く必要がある。鳥かご？それにエミュールの心の声を聞くって一体どうやって？鳥かごはキングが願いを溜め込んでいる場所のことだ。中に入るには扉を開く鍵が必要なんだが。どうしよう。やっぱここは頑丈そうなランザーブさんかリュカさんに頼む？まあ今はスカルいないからな。なんだかよくわかんねえけど、何をすればいいんだ？鳥かごの中に入ろうとすると扉が出る。それに触れるとキングが隠してる記憶、心の声が聞こえるんだ。ただなんだそれだけかよ。そんくらい任せとけって。あ、まだ話は終わってない。いってなんだ今の。今のが鳥かごの扉だ。触れると感電したみたいになる。触れる前に言えよ。言う前にリュカが触ったんだ。説明を最後まで聞け。鳥かごの鍵を開けるには秘密の部屋、トラウマルームに入る必要がある。だがそれがどこにあるかわからない。扉に触れて聞こえてくる声がトラウマルームの場所を知る手がかりになるの。でもさっきのじゃ短すぎて何も聞こえん。もう少し頑張ってもらわないとな。マジか。今の地味に痛いやつまたやんなきゃいけねえのかよ。頼む。お前ならできる。いや、ここはランザーブの出番だ。任せたぜランザーブ。おまっ、そこでバトンタッチするか。一度は触れたんだ。そのままお前が責任持ってやるべきだろう。いやいや、パンサーもランザーブか俺って言ってただろ。俺はもうやったわけだし、今度はお前の番だぜ。いや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 、それ以上行くと。やめろ、やめるんだエミュール。今のは殿下の声。大勢の仲間に慕われて俺のドラゴンを奪い去り、その上それだけでは飽き足らず、やっと見つけた新しいドラゴンまで横取りするのか。どこまで、どこまで俺をコケにする気なんだ。新しいドラゴン横取り。まだ聞こえるぞ。見たかよさっきの惨めな姿。いつも選ぶってるくせに一人じゃ何もできないクズ王子。いい気味だぜ。他の兄弟は優秀なのに第六位王子は才能のかけらもない出来損ない、ほんと哀れなやつだよな。くそ、俺だってだが結局二人して感電することになっちまうとは。ドンマイ、おかげでしっかり声が聞けたぞ。今のがエミュールの記憶。王子の声も聞こえてたみたいだけど。覚えているよ。あれはドルニド山脈で俺とエミュールが戦った時の会話だ。最後のはエミュールに仕えている帝国兵たちの会話でしょうか。かなり悪意のある口ぶりでしたが。ま、あいつのしてきたことを考えたらあのくらい言われても仕方ないかもしれないが。主に問題があるのは確かだろうが、あの言い様
あまり聞いていて気持ちのいいものじゃないな。王子に負けて自分の進化からは陰湿な陰口。あれがエミュールのトラウマか。で、扉の鍵を開ける秘密の部屋、確かトラウマルームだっけ？そこにはどうやって行くんだ？今の会話が行われていた場所、そこにトラウマルームはあるはずだ。ってことは、ここからドルニト山脈に向かわないといけねってことか。少々面倒だが仕方あるまい。我々も戦闘続きで疲弊している。仕切り直す意味でもちょうどよかったと考えよう。そうだね。鳥かごの鍵を開けるためにドルニトス山脈へ向かおう。もうそろそろ山頂に着いちまうぜ。そのトラウマルームとかいうの、本当にこの辺にあんのか？すぐ先から鳥かごと同じ匂いがする。トラウマルームがあるのは間違いない。なんだ、突然周囲の雰囲気が。これもしかしてトラウマルームに入ったってこと？どうやらそうらしいな。この世界はジェイルと現実との境界がないから、その場に来ただけで入れちまったんだ。おい、前に誰かいるぞ。契約していたドラゴンには逃げられ、自分より不出来だと思っていた弟に惨敗。全然いいとこねえなあいつ。なんであんなのに使えちまったかな。あれならまだリベリアスプリンスの方がマシだったわ。ほんと使えねえやつ。違う、俺は王族、剣王と呼ばれた父上の息子だぞ。俺は優秀なんだ、才能があるんだ。これはエミュールの声。本人は王族って肩書きで威張り散らしてるだけで、今まで努力なんてしたこともねえんだろうよ。どうしてあのナノが生まれちまったのか。アルベリア王家の恥さらしだな。俺の、貴様らに、貴様らなんかに俺の何がわかる。俺だって必死に努力しようと、でも才能のある兄さんたちにはどうやっても勝てない。だからあいつなら、弟ならずっと俺の下にいてくれる、そのはずだったのに。よく平気な顔していられるもんだよな。誰からも信用されてないって分かってないのかね。哀れなやつだ。才能も信用もないから、もはや王城にすら居場所がない。本人は気づいてないかもしれんがな。俺には居場所が、はい、俺に才能がないから誰も信用しない。そんなのどうしようも。まあこのまま大きな顔させとこうや。どうせあいつは一人じゃ何もできない役立たずだ。王族って権威に甘い汁を吸うために、せいぜいうまく利用させてもらおうぜ。才能のない役立たずを役に立ててやるって言うんだ。誰も文句ないだろ。違くない？万人がこちらの世界の認知に合わせて姿を変えたのか。
才能のない落ちこぼれなんて誰も認めないし誰も期待しない。役立たずに居場所なんてねえんだよ。来るぞ。役に立つぞ。油断せず行こう。ええ、早く倒しちゃいましょう。平和への道は僕が開いてみせる。思ったよりやるな。私も頑張るぞ。やれやれ、なんとか万人を片付けたな。これで鳥かごの扉が開いたのですか？ああ、さっきのやつが鍵を持ってた。施錠が解けた今なら鳥かごの中に入れるぞ。なあ、さっき鍵の番人と戦う前に見たのって。エミュールのトラウマ。彼がキングになったきっかけだ。部下たちの信用を失い蔑まれることに相当な重圧を感じていたようだな。加えて兄たちに抱いていた劣等感、それが殿下に敗北したことで拍車がかかってしまった。そういった劣等感や重圧によって歪んだ願望がマナと結びつき、この世界にジェイルを生み出したと。そういう気持ち分からなくはないぜ。みんなに認められたい、期待されたい、居場所が欲しい。我が輩も同じようなことで悩んだことがあるからな。モナ、我が輩には怪盗団のみんながいたからちゃんと乗り越えられた。エミュールの近くには多分いねえんだろうな。そういう信頼のおける仲間ってのは。あいつの近くには他人の権力を傘に着ていながら裏でそいつの陰口を叩くようなクズ野郎しかいねえんだろう。本当にそうかな。あ、どういう意味だ。俺にはエミュールのそばにいる人が全員そんな陰湿でずるい大人ばかりだとは思えないんだ。何にせよ鳥かごの鍵は開いた。正常に戻って予告状をどうするか考えようぜ。予告状、確か願いを実体化させると言っていたな。ああ、詳しいことは戻りながら話す。概ね仕組みは把握しましたが、問題はやはり確実に本人へ予告状を届ける方法ですね。そもそも現実と認知世界との境界がなくなってしまっている今の状態で、一体どこに本人がいるのか。ジェイルになった王城の中じゃ、正門でエミュールの虚像を見た以外に一度もエミュールの姿は見ていない。
として本人はどこか別の場所に隠れてやがんじゃねえか。いえ、エミュール様は玉座王の名にいらっしゃるはずです。そう指示されていましたから。な、あんたは確かエミュールの近衛兵。サボアです。盗み聞きするつもりはなかったのですが。傷はもういいみたいだね。それで指示されていたというのは一体どういうことだい。先日エミュール様が突然枕元に手のひらほどの大きさのしゃべる板が出現したとお騒ぎになりまして。それもしかしてあのスマホ。しゃべるってことはエマも入ってたんじゃ。ああ、そうです。エミュール様もそう呼びかけていらっしゃいました。最初は気味悪がっていたのですが、その板の言うことが実に的確でしてね。数日もしないうちにエミュール様は何をするにもその板にアドバイスを求めるようになりました。最初はそれで特に問題はなかったのですが、徐々に帝都やその周辺で異変が起きるようになり、エミュールを熱狂的に支持する者が現れ始めたわけか。やがて王城までもが変容しだし、人とも魔獣とも言えない異様な輩まで城内を徘徊するようになりました。シャドウか。さすがにおかしいと思った私と同僚はエミュール様のもとへ行き、そのしゃべる板を廃棄するべきだと進言しました。ですがエミュール様は私たちよりもしゃべる板を信じ、我々に異様な輩どもを差し向けたんです。それであんたはなんとか正常まで逃げてきたってわけか。なぜかエミュール様は目的を達するまで玉座からは離れられないとおっしゃってました。なのでおそらくまだ今も玉座に。なあ、一つ聞きたいんだが、お前王城にいた時その玉座以外でエミュールを見かけたことはあったか。シャドウのエミュールとは別に現実のエミュール本人を見たことがあるかってことなんだが。あの、何をおっしゃっているのか。確かに最近エミュール様を見たのは玉座以外にありませんが。もしかしたらこの世界じゃ本人がそのままジェイルのキングになってるのかもしれねえな。キングが本人ってどういうこと？さっきエルフィルスも言っていた通り、この世界のジェイルは現実と認知との境界がなくなっちまっている。現実と異世界が一緒ならシャドウでなく現実の本人自体に変化が生じていたとしてもおかしくない。キングがエミュール本人かもというのは分かりましたが、肝心の予告状を渡す方法についてはどうします？それなんだか。分かった、やろう。そうだな、王子がそこまで言うなら反対するだけ野暮ってもんだ。私も帝国側の人間ですが、皆さんに協力させてください。協力してくれるのはありがたいが、あなたはなぜそこまでエミュールに尽くそうとする？こんな風に言うのはなんだが、あまりエミュールは部下をおもんばかったりしないだろう。なのにどうして？特別な理由なんてありませんよ。それが私に与えられた役割だからです。それでも強いて言わせてもらうなら、あの人誰かがついて見ていないと危なっかしいんですよ。そんなの放っておけないでしょ。その通りだな。エミュールのために君も協力してくれ。よろしく頼むよ。じゃああとは予告状を書かないとね。もちろん
王子が書くんでしょ。俺が予告状を？でもどう書けばいいのか。我が輩がかっこいい予告状の書き方を教えてやろう。私も手伝うぞ。かっこよく頼む。私たちは万が一の事態にも対応できるようもう少し作戦の詳細を詰めておこう。みんなやり忘れたことがないよう準備は今夜のうちにしておけよ。はい。リベリアスプリンス、俺はエミュール様に報告してくる。お前はもう持ち場に戻っていいぞ。はっ、承知いたしました。エミュール、俺が必ずお前を止めてみせる。マジで牢屋にぶち込まれてやがるぜ。無様だな、クソ虫。エミュール、俺は君と話し合うためにわざと捕まったんだ。俺の話を聞いてくれ。わざと負け惜しみやがって。話し合う？誰がお前なんかと。俺にはお前と話すことなんてない。俺はお前の悔しがる顔が見られればそれでいいんだよ。エミュール、俺は君の記憶、トラウマを見てきた。俺のせいで進化からの信頼を失い居場所を失ったと思っているんだろう。ドルニタス山脈で自分より劣っていると思っていた俺に任されたことも、俺に裏切られたように感じて。うるせえ。この後に及んで俺様に説教でもするつもりか。弟の分際で聞いた風の口聞きやがって。信頼を失った、居場所を失った、裏切られた、全部的外れなんだよ。信頼も居場所も関係ない。俺は天から才能を与えられた。今の俺様には誰も逆らえないんだ。じきにこの大陸全てが俺様の支配下になる。もう誰にも役立たずなんて言わせない。これは俺の才能だ。今まで俺をクズ扱いしてやがった奴らをこの才能で見返してやる。エミュール、こんな人の心を無理やり操るようなやり方は間違っている。口答えするな。俺はこれ以上お前と話すつもりはない。お前は大陸全土を支配した後、報酬の面前で死刑にしてやる。せいぜい首を洗って待っていろ。やはりこのままでは俺の言葉は届かないか。エミュール、お前に見せるものがある。これを見ろ。はあ、なんだそれ。
おごり高ぶる悪と皇帝の権力、お前が奪った人。なんだこれは、心の怪盗だ。何か知っているなら吐け。これ以上俺と話すつもりはないんじゃなかったのか。この偉ず口よ。願いを奪うだと、ふざけやがって。この世界にある願いは全て俺様のものだ。俺の才能の証、あれがあるから俺はキングでいられる。もし奪われれば、俺はいいぜ、やってやる。才能のないクズがどれだけ群れようと無駄だってことを証明してやるよ。来るなら来いの同じども、俺の才能の前にひざまつかせた後、全員まとめて処刑してくれる。その時はお前も一緒だ、クソ虫。それまで牢の中で才気あふれる兄に歯向かった己の愚かさを悔いていろ。なんとか言ったらどうなんだ、この。今の音は。エミュール様、正門に敵襲です。何者かが攻めてきました。まさか心の怪盗団か。ともやるな。これは俺たちも負けてらんねえぜ。それじゃバトンタッチ。任せてください、私たちもやりますよ。よし、そろそろいけるな。ジョーカー、聞こえるか？作戦開始だ！おい！心の怪盗団とかいうコソ泥どもは、まだ捕まえられないのか？申し訳ありません。敵はかなりの手だれらしく、すでにかなりの数がやられているようで。この役立たずどもだ！どいつもこいつも俺様の足を引っ張りやがって。もうやめてくれ。目を覚ましてくれ、エミュール。なあ、てめえ、偉そうな口を聞ける立場だと思ってんのか。おい、こいつを痛めつけてやれ。しかしいいからやるんだよ。俺様がやれと言ったらやれ。はあ、なんだ、一体何が。そこまでだ。お前は…そうか…お前が…囚われの王妃の身柄、我ら、心の怪盗団が頂戴する。ジョーカー。おい、そいつをぶっ潰せ。
もう終わりか。いい気になるなよ。すぐに増援を送り込んでやる。あれは絶対に奪わせない。あれは俺が手に入れた才能なんだ。大丈夫だ。いつでも行けるよ。ならいい。ショータイム。道を開く。行こう。ええ、ハンダーベルで行きましょう。待たせたな。よし、これで全員集合だ。このまま一気に玉座へ行くぞ。やったな。願いはちゃんと実体化してるみたいだぞ。来たか、コソ泥ども。エミュール、お前がみんなから奪った願い返してもらうぞ。貴様、おとなしく牢の中で震えていればいいもの。どこの馬の骨ともわからん連中を引き連れて俺様の願いを奪う。バカも休み休み言え、このクソ虫が。あと少しなんだ。あと少しで俺はこの国の、この大陸の誰もが認めるキングとして君臨できる。誰もが認める？お前が無理やり改心して従わせてるだけだろ。本当に人から認められたいと思うなら、こんな悪辣なやり方ではなく、もっと真っ当な方法を取るべきだ。はっ、何が真っ当な方法だ。その真っ当な方法とやらで俺が何をしようと、お前らは認めないだろうが。お前らはいつも他の優秀な誰かと比べて俺の全てを否定する。兵の統率ではレオニート兄さんが、情報作法ならチェス姉さんがいる。知識ではバレース兄さんに及ばない。武力じゃバルクス兄さんに勝てない。俺には何もないんだ。そんなことは許せ。
そんなことはないとでも言うつもりか。ふざけんなよ。これは全部お前のせいだ。不敵なお前が唯一俺が俺を肯定できる相手だったのに。何を勝手な。あなたの言っていることはただの八つ当たりです。他人と自分を比べて悩むのはわかるよ。でも他人を見下すことで自分を肯定したって虚しくなるだけだよ。黙れ。お前らに分かってたまるか。いつも他の兄弟と比べられ陰でバカにされ続けていた俺の気持ちが。兄だったら、姉だったら、弟だったらよかったのにって言われる俺の気持ちが。エミュール、お前誰も俺を見てない、期待してない。なんでだ。俺はこの国の皇帝だぞ。俺は偉いんだ。俺が一番なんだ。だから分からせてやる。俺をバカにしていた奴らを見返してやるんだ。なんだ、何が起きてやがる。俺は間違ってない。だから天は俺に新しい才能をくれたんだ。俺はこの才能で世界のキングになる。来るぞ、構えろ。役立たずの無能どもが俺様の才能にひざまずけ。力を合わせれば道は引き、飛竜の力見せてあげる。役に立つぞ。手伝うぞ。困っているなら何でも言ってくれ。